モンスターハンターダブルクロス体験かぶせんなよ体験です体験だ。はい、ということでついにね、はい、そうですよ、1ヶ月早く来てしまいましたね、ダブルクロスが。1ヶ月早く修行をしろと言わんばかりにね、モンスターハンタークロスダブルクロスのね、体験版がやってきたよ。そう、今のうちからね、ブレイブと錬金慣れておけと。そうそうそう、いうことだと思います。やっぱりあのモンハン今ダブルクロスとかやってない人もやっぱり気になるよね。なんかこういうね、ダブルクロスやりたくないなみたいな、ね、やりたくないな買わなきゃいいなんかそんな興味ないなって人も、もしかしたらこれを見るかもしれない。そうね、そうなった時にどんな動きができるのかとか、ね、プレイするきっかけになってくれればなと思いました。はい、はい、そうね、新しいスタイルが増えたっていうのを聞いたから、新スタイルね、うん、そう、ブレイブと錬金ね。そうそうそう、それ楽しみだね。はい、ということで3体ね、モンスターと戦えるわけですけども、おお、まずヤンクク今映ってますけどおなじみのね、おなじみのヤンククさん、先生が先生が先生です。で、中級者向けがこちらボルボロスでございます。おお、あれタイムが書いてありますね。あれあれあれ、いや、これ知らねえわ。あれ、すでにプレイ済みじゃねえこれあれ、ヤンククやってないくせにこれボルボロス、あれあれ練習しちゃってるんじゃねえこれ、あれ嘘そんなバカな話、初見プレイだぞ、だってこれふざけやがってということでね、残念なお知らせなんですけども、先ほどね、ボロボロスを討伐したわけですが、はい、一人音声が取れておらず申し訳ねえ俺だ俺なんだあれ、俺取ったデータどこ行ったとか言っててね。そう、それでボロボロスさんは2回目となります。いやー、やったー、2回目のボロボロスだ来たよー、まあ、だからいやーもうね、せっかくならこのタイムを塗り替えようと。そうそうそう、そうだね。じゃあ15分未満で倒そうっていう、10分新状態で倒そう。オッケー、いけるいけるいける。はい、で、ちなみに上級者にベリオロスがいますが、これはまた次回ですね。ああ、これも楽しみなんだよね。そうね、うん、気になる方はもうぜひ次回まで飛ばしてみてくれちゃっても構わねえぜ、はい、イエーよろしくお願いします。よろしく。じゃあ武器選びましょう。はーい、さあみんな何を選ぶのかな。さあ、一直線にヘビーボーンが15個ありますねそうだね、ニャンターにも狩り技が追加されたらしいね。ほんと？え、そうなの？宿してたことない？宿…あれビーストモードみたいな感じなんじゃん。あ、そうなの。危ない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 、デマ吹いたらよ叩かれるよちょっとびっくりした今みんな、うっていう感じ。あ、でもあるよ、狩り技。狩り技っていうより、あれだ、猫のスキルみたいな。あ、そういうことか。サポートボードみたいな。そう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 、なるほど。一応アイテムとして用意されてるのか。そう、なんか狩り技的な、なんかポジションにある感じ。あ、なんかあれだね、カリスマ、ファイト、ガード、アシストとか8つタイプがあって、ああすごいね。じゃあそうそう、いろいろあるね。そこにビーストが加わったみたいな感じなのかな。なるほど、幅が広がるね、ネコンポ。まあニャンタ人気だったしね、クロスで。確かに、まあ使ってないけど、うん、使うわけじゃないけど。いやいやナイス。じゃあちょっと猫に厳しいから。やだ厳しいの。いや、そんなことないよ。え、じゃあ使うの。いや、もうじゃあ次のベニオロスあたりで。ああ残念。残念じゃねえ残念じゃあそれぞれ何の武器使うのか教えていただけますか。はい、プレイヤー1、僕は体験のブレイブでいきます。はい、プレイヤー2番、僕ですね。僕は双剣をブレイブスタイルで使ってみようかと思います。はい、はい、そして僕は、ヘビーボーガンを錬金スタイルで使います。はい、はい、行きましょう。はい、お願いします。お願いします。読んで読んで、お前が読むんだ。猛進のドサギ外角にまとったドロー。あーめちゃくちゃだよ。はい、これさ、生肉を取る意味はないと思うんだけど
装備見せてよ、装備。これかっこいいねとか言ってみて。ちょ、待って待って待って。何あのナイフ回しみたいな。かっこいいね。あれ、ノート？かっこいいね。長くない？いや、ため、四角長押しで止めれる。ためれるの？そう。それちょっと知らなくて。あ、体力も、スタミナも減っちゃうね、でも。うん、あ、そうなんだ。で、これずーっとやり続けちゃうと、まあ、見てて、はい、ずーっとやり続けると、はぁーって疲れちゃって。これがね、10秒ぐらい続くから助けてほしいんだ。10秒も？結構続くんだよ。なるほどね。じゃあ、待ちすぎも良くないと。そう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 。そんな無敵だもんね。だからこれは言うならば、もし競争役グレートとか使った時にだよ、うん、これはもう最強になるわけですよ。でもあれじゃん、来なくでかす状態になるよ。あ、そうか、あ、そうか、ダメージは食らうから。そう、あ、そうか。あ、そうか。でもこれでいつでも死ねるね、ザビさん、うん、そうだね、やったやったね。いつでも猫タクいけるね。よっしゃ、死にたい放題。さあ、錬金で癒したるやっとくよ。じゃあ、おりましたよ。来ましたね。ここにね、泥ができたんだよね。そう、新しく泥ができましたよ。生肉パーティーか。いいぞ。いいぞ。この上で焼いていく。ちょい。すでにもう自分の世界に入ってるんです。体験版ですよ。彼ではないんですよ。ターゲットガン、ターゲットガンだ。オッケー。ボルボル、サイコン変わった、なんか。え、本当に？こんな可愛かったっけ？あ、もう、あれだ、久しぶりに来たからっていう。ああ、ね、そういうこと。ただ、慎重しようかみたいな感じが。てか、なんか、もうなんか、なんか着陸のとこみたいになってるじゃん、この着陸かわいい。赤いなんか誘導線みたいな感じになってる。儀式始まりそう。儀式始まりそう。土下座してるもんね、感じ。生肉を触媒にザビを召喚する。呼んだかい。怖っ。あの泥から出る。あの泥から出る。ザバーンってか、ボロボロ水上のデカさ。汚い。なんでもありやないか。鍋になるし、チョコになるし。次、泥かよ。よし、こっちだ。泥のテクスチャーも結構すごいんだよね、これね。なんかね、リアルだよね。消えた。みんな消えたんだけど。端っこで戦うのよくないよ。まあそうだよね、うん、で、これがね、なんだろう、この受け流しみたいのをすると、その青いゲージみたいのがあって、それが溜まっていくんだよね。そうそれが溜まると、その武器本来のその特性みたいのを活かせるみたいになる。あ、そう。途中でキャンセルされると錬金はダメなのか。ブレイブスタイルはだからブレイブ状態にならないとね、話にならないね。話にならない。それ以上のことができないから、本当にもう。だからそこで言うならば、武士道とまたいろいろ組み合わせでね、いてこれでスペシャル状態って感じだね。なるほど。ああだよな。やばいよ、だよな、やばいよ、だと思った。来なくてボツ動画来るか。来ちゃったか。来たね。うわぁ、みんな来て、みんな送られてきてた。すれ違ったんだけど。あ、おまけ術ついてない、これ。あ、優しい。いらないね。いらないとか言わない。ありがとう。あ、なんか飛躍はなんか力尽きた人用なのかなと思ったら、そうでもないみたいですね。いやー、ありがたい。遠いな。バズーカ、バズーカやるか。そう、やっぱりこの距離遠いよね。やっぱり昔からあるけどさ、お前プレイヤーにが遠い。ボロボロですね、もう方向転換がね、もう急すぎてね。そう足取り軽すぎるんだよな、ちょっとね。いやー、やっぱりそう考えると、ヘビーボーガーは結構もうブレイブいい感じなのかな。どうなんだろう、ヘビーでね、クック先生を相手にブレイブ一回使ったんだけど、ほうあんまり恩恵を感じることはなかったかな。武士道の方がいいかなって感じ。そうか。そう。でもね、ブレイブでね、ブレイブヘビーで、あの新アクションがあって。あ、そうなんだ。そう、回避した後に丸ボタンを押すとすぐに弾撃てるんだよ。あ、面白い。なるほど。それがね、攻撃型だね、完全に。そう、あ、結構面白いなと思って。どれだけ強いかはまだ分からない。そうね、うん、ま、ナイスはな。はい、爆弾を設置しました。あ、行きます。どこ
攻撃がきます。うん、ナイフが当たらない。硬い硬い、ピッケルピッケル、違うとこやつだわ。おいしょおいしょよ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 いしょ、あーやばい、ノバだノバ。難しいなぁ、納刀でさ、こう起点を作るっていう感覚がまだ全然 ね、いまいち納刀をすれば回避っていうのがあんまり染みつかないよね、なんか。そうそうそう、確かにな。納刀は何だろう、一番短縮したい場所でもあったからね、ここで何かをするってことを思いつかなかったから。逆にさあ、彼は移動した。10番だね。 OKOK。10番のね、この洞窟内かな、結構綺麗なんだよね、ここね、ほんとだ、明かりが、オルタロスが出ました。主食は虫でしたね、そういえば。そうだね、虫だね、かわいそうに、かわいそうに、いいんだよ、こんな劣悪な環境で生まれてきたから。オルタロスなんていいんだよ、それ。オルタロス、オルタロス厳しい。オルタロス、錬金バズーカ、錬金バズーカ、おわけ頼むよ。おーい、もう一回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 いいね、もう一回振っちゃうぜ。どんどんやっちゃって、どんどんやっちゃって、そんな溜まってるもんなのこれって。どうなんだろう、今度癒したるにしてみたい。癒したる、あ、癒したる、なんか名古屋で癒したる、癒したる、お前ら癒したる、癒したるで癒したる、癒したる、やめよう、もうそっか、もういいね。オッケーオッケー、これは2かな、事故する事故する、3か、自然回復では上がってますね。なるほど、なんかブレイブのゲージが赤くなるんだけどさ、これはさ、何なんだろうね、これ多分このレベルなんだろうね、またこれも、うん、そうなの、なんかブレイブゲージが溜まりやすいとかそんな感じかな。これで仮技もなんか強くなるとかそういうのはないのかな、どうなんだろうね、そこはもうちょっと調べておく必要がありそうですね。ほい、いいね、いいね、いいね、やっぱりここでダメージを与えておかないと。はい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 、鬼神への繰り返しがすごいんだよね、はいはい、ちょっと見ててこれ、ソン、ほら、これね、早いよね、これすごく面白い。で、この後すぐ鬼神切れるんだよ、これこれ、この攻撃終わった後にね、すごいなんか、匠の技って感じがする、これ使いこなし、今までのハンターこんなことできなかったからね、でもなんかすごい、なんかハンターの中でも手だれが生まれたんだなって感じが彼に使ってほしいですね。あー、わかる、錬金化しようぜ、錬金ドーン、ここはドーン、いいね、コマ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 、これはなかなか当たんないよね、錬金狩り技だね、狩り技止まるってくれるんじゃないか、味方の狩り技だ。お、そうなの、あれ、そういうわけじゃないのか、そんなありがたいことがあるのか。これは敵に打つと、いい感じなんですか、あ あ、自分の狩り技が溜まりやすい、なるほどね、みたいだね、あ、そういうことね、味方のやつが回復するわけではない、おいしょ、間違えた、はい、え、待て、なかなか難しいな、あの、これフードか、よいしょよいしょ、さあ来い、これやりやすいよね、やりやすいね、ベリオロスの突進は流しやすいよね、一番流しやすいかもしれないベリオロスはまだ動きがなんかよくわかんない感じしそうだね、そう、ベリオロスはちょっと難しそう、怖いね、タイミングが、さあ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 、5分経過したかな、5分経過しました、ね、そしてスペシャルが切れてしまう、隙ができないとね、大変難しいよ、やっぱりこういう時にエリアルいると便利なのかな、ね、よいしょやっぱりあのエリアルの便利さっていうのはやっぱりどこ行っても削れないよね、あれね、やっぱ一人欲しいよね、高速できる人が、確かにね、さあ移動しましたね、飛びましょう、よしよしよ、うぃ、肉焼いてる何やってんのかと思った、生肉のままだ、びっくりした、なんか生肉のままださあ出てくるぞ、同じ場所からどこまで行く、どこまで行く、遠い遠い遠いわ、自分の意志とは愛そこからしか出られないそうそう、きっとかわいそうに地下に出口とか書いてある、
そうなのかな、ここで止まれみたいな。そうそう、ドスガリオスくんが作ってくれたんだろうな。やるやる、物語を、物語を感じるのが、この砂漠に新しく来た者への優しさ。なるほどね、そういうことなのか。この砂漠の出口はここですよ。他のモンスターみんなここから出るんやでみたいな。出るんやで、すぐ慣れるんやで。癒したるから、癒したるから、癒したるから、ちょっとおかしいでしょ。さあ、ここで回復、癒したるやるわ、癒したる、癒したるやる、癒したる、癒したる、癒したる、癒し、癒したる、癒し、これダミーやってほしいよ、癒し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 、きたー。おー、おー、すげー、最後すごい全回復や、全回復や、マジか。全回復だし、なんかもう一回錬金できちゃう、これ解毒っぽいのも出てたよね、ちょっとマジで、完全に本当に癒してんだね、じゃあ。うん、何でも癒すんじゃない、もしかしたら錬金、気合玉いこう。気合玉、気合玉、何それ。違う、うん、気合玉、気合玉だった。気合玉、待って、これなんかポケモンで聞いたことある。命中低そう。命中低そう。75。気合玉、気合玉、あ、やばい、あ、これやっぱみんなだ。おーおーおー、溜まったんじゃない、今溜まったね、溜まったね。いいじゃん、いいじゃん、すごい、消えたわ。これはなんだ、そのみんなの狩り技ってこと。そうだね、ぽいね。おー、すごいすごいすごい。痛い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 。さあ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 、エンジン飲んでいこう。これ今スペシャル4の段階だね。おお、スペシャル4段階目、ピンク。スペシャルはレベルアップが可能みたいだね。そうそうそう、まだなんどこまでなんだろうね、これちょっとわかんないね、そこは。あー、でもなんか紫だからこれが限界そうだよ、なんか。あー、そのモンハンのね、ゲージ、ゲージ概念ね、モンハンの結構でかいところに位置してる。おお、いけるんじゃない、いけるんじゃない、10分進じゃない、これ。今何時、今何時。ちょっと聞き方おかしいね、それ。今何時。5時10分ぐらい。おー、いけんちゃう、いけんちゃう。5時10分ぐらいっておかしい。左上見て、左上、5時10分ぐらいじゃない、あれ。あー、もうや、もうそういうこと聞いてんじゃないよ。揚げ足を取っていく。さあ、どこだ、またそこか。うわー、ひどい、ホーミング生肉直撃。しゃー、しょ、5時10分ぐらい。おい、いいねー、いいね、剥ぎ取れ、剥ぎ取れないんですけどね。悲しい、悲しい。ああ、さあ、使っていきなかった。後ろから範囲内だったか。さあ、倒せるか、倒せるか、倒せるか。ナイスナイスナイス、よしよしよし、いいね、この後がない。行け行け行け、もう移動すんな、移動すんな。ちょ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 、歩き回らないでくれ、人をちょくるな。よいしょ、いいよ、オーケー、ここで、よいしょ、よいしょ、危ない、狩り技発動していく、俺もしていく。でもね、これね、おい、溜めたとこでね、武器出して溜めないから、いた。なんか、なんか置いてあった、ちょちょちょ、なんか置いてあったんだけど。何あれ、わからない、わからない、わからない、ない、何があったんだよ、何があった。超もう待ってたのに、君のことを。これ別アングルから撮れるってのすっごい面白いな、これ。ふざけやがって。ど真ん中で研ぎやがって。これバズーカいけるか。先行玉ですね。バズーカ、バズーカ欲しい、バズーカ。バズーカくれ。あー、湿気吸ってるよ。あー、これ、やばいんじゃない、時間。バズーカ。バズーカでした。あと30秒。あと30秒。あと30秒。まずいまずいまずい。単純計算、あと30秒。あ、まさか出てくる場所決まってんじゃないこれ。どこ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 。追いかけろ。痛い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 。こんな岩みたいないのにどっから出てくる。罠あるよ、罠。オッケーオッケーオッケー。来た来た来た。しびらになるぞ。なぜもっと早く引かない。足元だ。行け行け。よーし、よし。いいぞ。よしよし。よし、行け行け行け。いいぞ。行け。よし、バズーカ。オッケーオッケーオッケー。バズーカ、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 ねえ、なんで、いいね、いいね、いいね、いや、当たってる、当たってる、ああ、やばいぞ。俺、俺の負けだ。俺、今まだまだまだ、残り30秒ぐらいあるはず。さっきの記録を乗り換えればいいんだな。そうそうそう。バズーカ撃て、バズーカ。バズーカもない。2発しか取れないんだ、あれ。ちょっとバズーカ、バズーカの軌道を予測できなかった。いや、記録更新しようよ、これ。
あいつさ、なんでさ、こっち来たのにまた戻るの。うわー、これーなんか悪を感じたわ、ね、こいつ悪だわ。あ、またホーミング生肉ダメージ。おら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 、ちょっと待って、クリアできるかもしれない。でも頼む頼む頼む。ほっ、ウィズは殺せ殺せ。ゲゲゲゲゲゲ、あよし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 よ二人は死に。あれだよ、二人死んだのがよくわかった。あれか、あそこで削られた。いや、まだわかんない、まだ。まだわかんない。うん、もうダメ、うん、ここに記録更新で出てない。いやー、次頑張ろう、次。ベリオロス。次のベリオロスで、ね、どうなるかわからないですから。はい。じゃあ、そんなわけで、まあ、どうなんでしょうね。狩野座見てみてどうだったよ、みんな。いやちょっとね、難しい。ちょっとまだ使いづらいんだよね。まだね、慣れないからね。そう、確かにね。これは、慣れる必要がある気がするな。そう。そこ体験版のうちにね、ちょっと慣れておけばね。そう。ダブルクロス出た瞬間から。いやこれは体験版自体はみんな無料でできるみたいだから、結構、うん、もうみんなやってみてもいいんじゃないかなと思うよ。うん。錬金はね、楽しい。本当に、うん、ね、見てて一番楽しそうだったからね。面白かったね。バズーカいいっすよ、バズーカ。バズーカ外したね。外したね。2発外したよ、もう。あれ当ててた。全部外したよ。俺に当たったから。じゃあ山田に飛んでくから、うん、ちょっとカッコつけて、こう、こう当てたかったね。この下に落ちてくるときに当てたかったんだけど、ね、全部ボルボロスをね、こう。向こう岸に行っちゃったんでね、ダメだったよ。うん、なんかそれもありそうだよね、うん、真下から当てるよりなんか威力変わったりそうそうだよね、うん、確かにね。じゃあそんな感じで、はい、今回の動画を終わりにします。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。